時は五冠末期、朝廷内の権力争いにより世は大いに乱れていた。さらに天変地異や凶作が相次ぎ、民は苦しみの底にあった。そんな中、張覚という男が現れる。彼は紀州で太平道を起こし、人々を救済。瞬く間に民の心を掴んでいった。そして中平元年、張覚率いる太平道は漢王朝に反乱を起こす。頭に黄色い布を巻いた黄巾党が各地で一斉に立ち上がった。後の世に言う黄巾の乱である。朝廷は直ちに乱を鎮圧しようとするが、虚しく敗北を重ねた。400年続いた漢王朝の命運は今まさに尽きようとしていた。ええ、黄巾党など煩わしい。反乱した民をいくら倒したとて手柄にもならん。首謀者は張覚とかいうまじない師らしい。そのものを討ち取れば出世の足がかりとなるやもな。洛陽からこんな田舎に出兵させられるとはな。運が悪いぜ、まったく。張覚の呼びかけで各地の民が放棄してるんだろ。迷惑な話だよな。あんなやる気のない連中が味方とは、先が思いやられるぜ。道理で鎮圧に手を焼くわけだ。花崗豚、あざなは玄城、曹操花崗園のいとこである。冷静沈着にして並外れた武勇の持ち主。曹操の道を切り開くため、花崗豚はその刃を振るわんとしていた。なあトンニー、黄巾党ってのは追い詰められて放棄した民なんだよな。ああ、お前も気が乗らないか、エン。まあいい気はしねえわな。朝廷の命令とはいえ、殿はどう思ってんだか。で、そういや殿は。さあな、見たいものがあると言っていたが、どうあれ俺たちは猛徳についていくのみよ。そりゃそうだ。じゃ、その殿を探しに行くとしますか。猛徳、見るべきものとやらは見られたのか。そのために黄巾鎮圧の任を受けたのだろう。うん、洛陽で役人などをしていても世の民の窮状は見えてこなかったからな。しかし世の荒廃はわしの想像以上だったわ。この辺の様子を見ると黄巾党が全ての元凶ってわけでもなさそうですな。きっと他にも問題が。あ？失礼。お前たち黄巾鎮圧のため集まったものと見たが。いかにも、お主もどこぞの将か。俺は孫文代、お前たちと同じ官軍だ。さっき石膏から報告があってな、黄巾党の一軍がこの村を襲撃するつもりらしい。お前たちも防衛に手を貸してくれないか。この三条の村をさらに踏み荒らすか。わかった、わしらも協力しよう。そうか、感謝する。では共にボートを退けよう。こちらへ向かっていた黄巾の一軍は退けた。しばらく戻ってくることはあるまい。おお、やってくれたか。うん、声をかけた時も何か感じるものがあった。やはりお前たちは他の者らとは違うようだ。共に戦う者として頼もしい限りだ。協力感謝する。さっきは突然の頼みですまなかった。味方がお前たちのような者ばかりならいらぬ苦労はせずに済むのだが。
さっきの騒ぎもまず東卓殿に報告したのだ。だが村一つ守ったところで手柄にはつながらぬと兵を出し惜しみされてな。領州の東卓か。こたびの戦で官軍を率いているのであったな。将兵がいないわけではあるまい。ならば奴には何か企みがあるのだろう。ああ俺もそう見ている。奴のような不義の輩がいるからこのような乱が起きるというのに。いや今それを嘆いても始まらんな。まずは一刻も早くこの乱を鎮圧し天下に安寧を取り戻さなければ。どうにも気な臭くなってきたわ。この戦い一筋縄では終わらんだろうな。そうだな。敵も味方もどうにも怪しい連中ばかりだぜ。戦の備えは念入りにしといた方が良さそうだ。ほんじゃそれぞれ支度を始めますか。終わったら村の入り口に集合しましょうや。俺は遠飛と長飛。お前たち義勇兵か。士官先に困っているようには見えんが。さよう。我らがこの戦に参じたのは官職を求めてにあらず。我が兄劉玄徳は民を救うために立たれた。拙者はその疑心に感服し付き従ったまで。故に我が刃は兄者と共にあり、兄者の御心に従いこの騒乱を鎮圧せん。ふん、義のためとは仰々しい。悪い奴ではなかろうが随分と熱苦しい男よ。私たちは義勇兵です。後勤として立つ。蒼天すでに死す。後天まさに立つべしか。どうした猛徳。それは後勤の連中が唱えている言葉だろう。反乱に加わらずとも昨今の悪政に不満を抱く者は多い。聴覚を打ちこの乱を鎮めたところでまた別の乱が起こるだけであろう。蒼天すでに死すとはよく言ったものと思ってな。だがこのまま放っておくわけにもいくまい。長引けば反乱の徒はさらに数を増やすぞ。黄色の点ってのも砂かイナゴに覆われてるみたいでざっとしませんな。うん、お主らの言う通りよ。イカの大義を掲げようと規律なく暴れるならばただの賊よ。今はまず聴覚を打ちこの乱を収める。悪政を正し騒乱のもとを立つのはその後よ。お、わしの窮地に駆けつけるとは殊勝な心がけではないか。この騒乱は天がわしに与えた好機。わしは必ずこの機を利して栄華をつかんでみせる。その時は貴様にも目をかけてやってもよいぞ。うわあ、あれが東卓か。聞けば奴が宦官と通じ将軍の一人を陥れたことで官軍の戦線が混乱したらしいな。へえ、自分のためなら平気で人を踏みにじる出会いか。嫌な感じですな。ああいう単純な欲で動いている奴ほど執念深く厄介なものよ。警戒するに越したことはなかろう。おお、聴覚を討ち取ってくれたか。きっと帝もお喜びになることだろう。貴殿ほどの英傑を地方の一役人にしておくのは惜しい。私から帝に奏上し貴殿を楽陽に呼び戻したい。どうだ、悪い話ではないであろう。
ありがたいお言葉。しかし聴覚を失った今も各地の黄金刀はまだ略奪を続けております。私は今しばらくそれらの鎮圧に当たりましょう。そのようなもの貴殿が相手にする必要もなかろう。そのあたりの義勇兵にでも任せておけばよい。貴殿のことは東卓殿からも推薦を受けているのだ。よいな、すぐに洛陽へ登ってくれ。任しときゃいいって。この騒乱がそんな簡単に収まると思ってんのかね。このまま放っておけばそれこそイナゴみたいに天下を食い潰しちまうってのに。うん、毛沢、まさか奴の言葉に従うのか。うん、これは存外好機やもしれん。騒乱の元凶たる悪政を正すためのな。無論各地の騒乱も捨ておくことはできぬ。だがそれはわしでなくともできよ。董卓ではないが、これこそわしに与えられた機よ。なるほど、洛陽に救う奸臣どもを排除するか。毛徳、お前の信じるように動けばいい。俺たちはお前の追払いをし背中を守るだけだ。まことお主らはわしの孤高よ。官軍や義勇軍の活躍により太平道の教祖張覚は倒れた。ここに黄巾の乱は一応の収束を見る。だが世の乱れが収まることはなかった。都の洛陽では十条寺ら宦官と帝の外戚の一派が対立。外戚に味方した袁紹らが宮中に乗り込み十条寺を撃った。この騒動に乗じて上洛したのが西陵の豪族董卓である。董卓は帝の身柄を奪うと自らは大尉の座につき権力を独占。暴虐の限りを尽くした。諸侯はこの状況に強い危機感を抱いていた。えい、董卓め、混乱に乗じて帝を手中に収めるとは、十条寺を廃した苦労が無駄ではないか。宮中にて八つ目の暴政をいさめた者らは皆処刑された。今残っている連中は怯えて役にも立たん。嘆かわしい。一刻も早く奴を倒し帝をお救いせねばならんというに。首相だな、袁紹よ。で、具体的な行動はいつ起こすつもりだ。皆反董卓の騎士はお主と知っている。そのお主が手をこまねいていては気を逸しようぞ。ええ、そう簡単ではないのだ。董卓には呂布なる豪傑が付き従っているのだぞ。奴をどうにかせねば董卓を中することなど。策謀には無関男よ。路地の先まで工場が聞こえていたわ。毛徳、さっき董卓から使者が来たぞ。黄巾鎮圧に尽力したお前と吉見を結びたいだそうだ。無論内実は堅穏だろうがな。ま、目をつけられるのは当然でしょうな。殿は袁紹と旧知で、袁紹はあの通り明け透けなわけですから。手をこまねいていては気を逸する。腰が重い袁紹を焚きつけてばかりもおれんか。ならば今火をつかむべきはこのわしよ。いよいよ動くか。ならば俺たちにも話を聞かせてもらおう。董卓を除く方法は二つ。より巨大な力を持った
って押し潰すか、あるいはごくわずかな力で懐に飛び込むか、巨大な力など今は望むべくもない。ならばわしが取るべき道は一つよ。懐って殿、それはまさか洛陽城に忍び入り董卓を暗殺する。炎章にはできぬであろうし、他にあてもない。ならばわしがやるしかあるまい。なるほどな。毛徳よ、お前の考えは分かった。だが董卓の暗殺は俺がやる。構わんな。そうか、分かった。ならばお主に託す。洛陽城への手引きはわしに任せておくがいい。炎章が言うには董卓には呂布なる豪傑が付き従っているという。くれぐれも無理はするなよ。な、なんじゃ貴様は、どこから入ってきおった。ん、その顔確か曹操の手の者か。己曹操め、このわしにあだなすつもりか。呂布よ、このアホを切り刻んでやるのじゃ。ふん、くだらん騒ぎだ。すぐに片付けてやる。ほう、あれが呂布か。いや、奴と戦ったところでもはや董卓は打てんか。すまん、毛徳、ここは引かせてもらうぞ。董卓は常に傍らに呂布を置いているらしい。呂布への信頼、いやそれ以外の者への才にゆえか。どうあれ呂布がいる限り董卓の暗殺は難しかろうな。まあ董卓を打つ手はまた今度考えましょう。それより殿、今は俺らの方が董卓に追われる立場ですぜ。もはや洛陽には折れんな。どうする毛徳。わずかな力で潜じた以上、巨大な力を頼むまで、すでに手は打ってある。わしも力を得るべく準備をせねばならん。力、つまり軍か。ならばひとまず将へ向かうのだな。なるほど、兵を集めるなら将がいいですな。なんだって殿の距離だ。殿についてきてくれる者らも多いでしょう。将へ向かおう。皆様お帰りなさいませ。つい先ほど炎章殿からこのような文が。炎章から。あ、どれどれ。奸賊董卓許すまじ、心ある者は洛陽に集い、これを打つべし。派手な劇文ですな。まあ炎章らしいっつうか、なんつうか。毛徳、お前が打った手とはこれのことか。うん、わしが子孫じれば董卓の目は炎章に向く。わしとやつがチキということは知っておろうからな。そうなれば炎章は危機感で腰を上げざるを得ん。その時に奴が迷わぬよう手引きしたのだ。明族円家の名で天下に劇を飛ばし英傑を束ね、その力をもって董卓を打てとな。ふん、炎章は律儀に実行してくれたようだな。暗殺の失敗も考え、ここまで手を打っていたとは。いやはや、さすがは殿ですな。だが悠長にはしておれん。いずれ董卓は賄賂や脅しで諸侯の分断にかかろう。その前に私有を決さねばならん。なるほど、今後の方針は分かった。だが毛徳よ、
お前の軍はどうするつもりだ。兵だけでなく武具や兵糧のためのついえもいるぞ。この屋敷の家財を売り払えば工面できよう。もとよりたまにしか帰らぬ家よ。思い切りますな殿。これはいよいよ後に引けなくなりましたな。李天殿、あなたは自身の予感を大切にしていますよね。なぜそこまで勘を信じられるのですか。信じる信じないの問題じゃないんだ。これが理由はわからないけどピンとくるんだよ。うまく説明できないのが自分でももどかしいけどな。お、またピンときたぜ。学信、あんたとはうまくやっていけそうだってな。ありがとうございます李天殿。私もその勘を信じます。なあ宗神よ、お前ずいぶんと四角四面になったな。昔はもっとこうなあ、どっちかっていうとやんちゃだったのによ。やめられよ。自分は過去の自分と決別したのだ。昔のことを掘り返すのは遠慮していただきたい。曹操殿はかの教官董卓を暗殺なさろうとした。まさに可断、可断の死と言えましょう。その気骨がこうして多くの将士を集めたのです。そしてこの陳光代もその一人。必ずや曹操殿のお役に立ってご覧に入れましょう。けど本当にいいんですかい。わしみてえなならず者がおそばを守るなんて。天よ、くだらんことを気にするな。孟徳はただ今のお前を見て決めたのだ。昨日ならず者だった者はどこまでもならず者か。そうではあるまい。お前は孟徳の信頼を受け新たなお前となったのだ。天意よ、夏侯惇がここまで語るのも珍しいぞ。よほどお前を気に入っているのだろう。改めてわしの親衛隊の任受けてくれるな。承知しやした。殿の恩義はわしが命に変えてもお守りします。こんなところか孟徳。十分であろう。爺様から譲り受けた蓄えもあらかた出し尽くした。これが今のわしの力、全勢力よ。行くとしよう。練習を待たせても悪い。お待ちください。そう分裂、共に戦いたく馳せ参じました。分裂よ、お主は確か五軍におったはず。その時を押してここまで参ったのか。おじうえ、殿が立つと聞き、いても立ってもいられませんでした。それに同じ空の下ならどんな距離だろうと苦ではありません。そうか、お主の参陣、妨害の喜びよ。分裂よ、お主こそ宗家千里の駒、これより我が戦の先駆けとなるのだ。そう分裂、曹操軍の先兵となるべく馳せ参じました。戦場をひたかけ殿の道を阻む敵を打ち払う所存。どうか
よろしくお願いします。